どうも、エルカビです。お願いしまーす。お願いします。いやー、この前ニュースになってたね。何すか？クリーピーナッツの R 指定さん、うん、これは体調不良だって。あー、それで週刊ニュースリーダー休んでたんだ。うん、それ城島茂だ、お前。んそれ、TOKIO の城島が、毎週土曜日朝6時から8時まで、はい、テレビ朝日でやっている報道番組に、うん、週刊ニュースリーダーをお休みしたの。いや、誰がわかんない、お前。ごめんごめんごめん。TOKIO の城島だから、ほんと。これあれだわ、ミュージシャン違いだわ。違いすぎるわ、ほんとに。ミュージシャン違い。違いすぎるわって、俺これどこに怒られるんだよ。間違えた。音楽性の違いって言葉、今、すごく身に染みたよ、ほんとに。どうでもいいね、そんな話ね。うん、じゃあ、クリーピーナッツの R 指定さんが、なんか熱中症の症状が出ちゃって。あら、で、その、ロッキンジャパンフェスティバルって、でっかいイベント、あれの有名な。あ、知ってます。あれ、当日になって、これお休みするってことを発表したんだよ。ああ、そうなったら相方のデンジャー松永さんかわいそうだね。いや、DJ 松永だ、お前。デンジャー松永、それ、浅草でデンジャーステーキって美味しいステーキ屋をやってる元プロレスラーだろ、お前。後楽園ホールの2階からバルコニーダイブをするっていう荒技をやって、うん、90年代週刊プロレスの表紙かなんかを飾ることに成功して、うん、頭に金網巻いて出てくる、逆にお前が痛いんじゃないかってちょっと言われてる。はい、で、後にその引退した後に、R1 グランプリのアマチュア部門での出て優勝して、うん、スタジオでこうやって座るとこまで行って、うん、で、司会の宮迫さんが、今日、スタジオに怖い人いるんですよね、って言ってた宮迫さんが、後にもっと怖くなったら、え、誰がわかんだよ、お前。怖いね。デンジャー松永わかんない人いるから。これ週刊の人は今に出てるのか。それ城島茂の週刊ニュースリーダーのコーナー、気になる一人にピックアップするコーナー、城島リサーチ、気になるあの人のコーナー。いや、誰がわかんないよ。城島リサーチ、気になるあの人のコーナー。いいね、あとは、気になる仕事人を把握する、うん、週刊ニュースリーダー。これあるんだよ、お前。あと天気予報だっけ？石原良純がお伝えする天気予報の三本柱でやってる番組だ。誰かわかんない。石原良純、今、そこでやってんのが天気予報。どうしよう。どうも、ありがとうございました。